はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ブルーアーカイブ始めていきましょう。あなたでしょう、あなたもでしょう。苦労多いのは。こんにちは先生、ここでは過去の思い出を。おー、いらっしゃい。いろいろ仕事が溜まってるよ。こんにちは先生、ここでは過去。おー、いらっ、こんにちは。もう特殊作戦って何なん。ここでは過去の思い出を。では得意現象操作部としての活動を始めましょうか。こういうのもあるんだな。いろいろもらえるんだろうな。おかえりなさい先生、一緒に。よく来たね先生。モノトークも溜まってるんだよな。その一方でモノトークは次回やりましょう。まあそれでも溜まった分を補えないけどね。でまずガチャから。はいね、なんだこの学園グループ A って。これも金がかかる。まあ、この辺は一緒だよな。お、なんだこれ。一個だけなんで。私が来てもよかったんでしょうか。邪魔だと思いましたら。いつでもおっしゃってください。10回使用の方がいい。うん、星が最高か。ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。まあ、この辺は無料募集使い切っちゃいましょう。ダメだ。星が3つ。お、2人入手です。初めまして。2と あ、いけないか。ダメですね。復活もなし。条件はクリアされました。試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき。あ、これも新たなキャラクターが出てきましたね。誰だろう。自警団任務の延長ですね。採点保証。トリニティの安全のためならいくらでも協力します。ということで残念ながらこれはここで終わりです。ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。次ですね。これでもですか。どれがいいんだろうな。これもいいな。もちろん通常募集もいいですが、ここはピックアップ行ってみましょう。そう、1回ずつ。ダメー。新規なし。こっちはどうでしょう。ダメだ。ゲヘナ学
園給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。通常募集さあどうだ、おっさん来い。あ、ダメだ、渋い、今回渋い。いや来た、復活。説明や解説が必要なら私に任せてください。奥空あやねです。怪我をされた方はいらっしゃい。さあそしてなんだこれ、青森ミネ、なんだこれ。救護騎士団団長青森ミネと申します。ほっちゃん、救護が必要な方はどちらでしょうか。これはすごい。試練が怖いとき、本の中の物語の小さいからって舐めないで。ミレニアムサイエンス、そしてもう一つの星さん、美食研究会へようこそ。思わず究極の味を求めて共に冒険に出かけましょうか。行きましょう。ということで星さんがさらに2人加わりましたね。いいですね。じゃあ戻りましょう。あっさりと終えられましたね。おお、いらっしゃい。いろいろ仕事が溜まってるよ。で生徒情報確認、まずね、まずレベルアップをちょっと。あら、私のためにここまでしてくださるなんて。結構大人ですね。装備強化。ダメ。ダメ。ダメってことで、この状態で最大購入。最大投入です。もう2つなんだけどな、これも気圧は。もう一つ、もう一人ミネですね。ありがとうございます先生。ゲーム成長は足りない。深夜中モモイとキリノがいます。レベルアップっていつもときめく瞬間だよね。確かにおっしゃる通りです。手に入れました。さらに知性、鬼の知性です。強くなったのかな。グローブ、最大投入をして、神秘解放もいつにできるんだよな。あ、この神妙文字っていうのがあればいけるのか。あ、15個持ってるんだ。例えばそれはどうかな。そんな甘くはない。
この世界は甘くない。ということで、締め解放が上がればな、全然いいんだけど、いつ上がれるかだよな、この辺が。これ神秘解放が上がれるやつって選べるかな、ないな、相当はないな、わからない。のの実が今唯一星4ですからね。120いりますからね、神秘解放には。よく来たね先生、相変わらず苦労が多そうだ。北海道ミッション、おお、いらっしゃい。いろいろ仕事が溜まってるよ。もう終わったのですか。おお、いらっしゃい。今後は楽しみです。おお、いら。はい、ということでこのイベントをやってみましょう。久しぶりのキャンプ以来の新イベントですね。なんだろう、絶対しないといけないのが辛いな。パンデモニウムソサエティ、お、いぶき、かわいい。キワキもいいな。いいお墓、ん？手を組むだ、断る。
どっかで聞いたことあるぞそれ。半分は多いな。どういう意味だよ。一緒じゃねえかほぼ。 45% でも確かにそうだけど。あーかわいい。なんだろう、ノギス？ね。お、やばい。力押し？え？LK って何の略だろう。かわいいなぁ。いぶきいいなぁ。クロニーいろは。確かに。お、なんだこれ。ブラックアウト。過去があったのかな。ゲヘナ。おかえりなさい先生。準備はちゃんとできましたか。え、覚悟をしっかりと決めてくださいね。へえ、そうなんだ。温泉はない。おー、アコドレ、ドレスアコですね。え、どっちがいいんだこれ。どっちでやれというのか。まあこれ戦ってみましょう。おすすめが23だから結構シビアかも。ちょっと、ほんと、レベルじゃなくて、能力値って相当できないのかな。
屋外線屋内線があるんだ。あー、相性ってあるんだな。例えばもう一度来たわね、これ屋内線になるから、この屋内線の相性が高い人にを並べ替えばいいんだ。まあ、例えば B とか D だと落ちるんで、この辺の S の人たちを揃えるといいってことか。これもあるんだな、中も屋内線のレベルって。ああ、 S はないから、じゃあこれでいきましょう。これは知らんかった。屋内線屋外線の相性をすごい重視すべきってことか。順番にお渡しいたします。まあ当たり前の結果だ。オッケー、完璧です。おかえり先生。パンデモニウムソサイティのせいで大変だろうけど。よっ。なんと、一気に解決したのですか？へえ。正直感心しました。さすが先生ですね。こうなってんだ。準備ならつつがなく完了しました。ゲヘナ風紀委員会の行政官として今こそ立ち上がる時かと。報酬を見てみよう。上がれば上がるほどいいものと交換できる。神妙の欠け跡かな。装備を強化できるものもあるんだ。とりあえずストーリー見ていきますか。エピソード認証にもスタミナ使うから気をつけないとな。綺麗な特別パーティー。風紀委員会は対抗組織か。
イベントか、興味ないな。先生が呼ばれてしまう。先生ワンオペすぎない？そのいろんなチームがあるのに先生は一人だからな。優しすぎるだろう先生。イロハもいいな。クローニーはいいよな。クローニーは支えてあげたいよな。バレンタインか。バレンタインイベントなんだ今回。いぶき到着。先生お待たせ。これがナピーの新たなキャラなのか。いいな。パンデミウニウムソサエティ所属スターストライカーで AR ってなんだ。なんかノギスに見えるんだよな。あ、ノギスに外見が見えるだけか。おかえりなさい先生。準備はちゃんとできましたか？これなんだ。覚悟をしっかりと決めてくださいね。覚悟。大人っぽいマリンか。え、何何何。移動。は？何これ。秘密のレッスン避難委員長の。唐突に何が始まったんだ。風景長の。お。3D だ。いいな、この二人の関係。え？どうすんだ？あ、ここを移動する？何がビッグニュースあんだ？ここ入れないのか。一体、どこに行きゃいいんだ。階段は登れない。これバリアが張られてて先へ進めなくなってんな。周囲を注意深く観察しましょう。いや、あ、会話できるんだ。アコとアコとヒナの関係性はちょっと先生では断ち切れないよな。なんだ？何を見せ合えてんだ。通れないな、わからないな。ビッグニュース？会話できないしな。やることが残っているって言われてますね。B に聞いてみよう。でも会話が、何がビッグニュースなんだ。
お、会話するようにできた。風琴会のおかっぱの一人。給食部。急がないといけない。あ、いろいろ手に入れた。巡回開始。学生食堂へ向かってみよう。風花か。風花ってファイルズ。とりあえず風花を探して、あ、ジュリもいる。なんだこの風花の顔は。研究材。会話。あ、ジュリ。あ、ここに行ける。なんか見つけたみたいな。さらにここにもなんかヒントがある。お、どうした？
変な予感。お、なんだ。お、なんか気がついた。風紀委員会戻って整理しようと言われてます。不良追い払おう。行きましょう。対策を練る。でも旧校舎清掃って言ってるし、辛いな。お、訴えだ。訴えてます。訴えてある。日和です。そのこと。千夏もいる。旧校舎に迎え、困ってますね。学不良捜査、不良相当か。さあ一級にバトルになった。しかも一人で戦わねばならない。まあアコは後ろだからな。光栄だから。そうなんだ。すごい、グラディウスもびっくりだな。終わり？まだある。動けた。どこに行くんだ？なんか見つけた。なんだこのピアノは。ええ、当然の結果ってわけ。相当は完了したね。周りを見ろ。ピアノ室はさっき言ったよな。
会話会話。料理はできてんのかな。一方温泉ゆうたまはバンドエイジ。ここにはヒントなさそうだ。戻った方がいいのかな。戻ろう。困ってる。怒ってる。3人が相談してる。一回行ってみる。部屋の室へ。なんだこれ。キーワードが見つかった。さらになんかピアノにもなんかがある。さらに何か連絡が入ってる。何もないよな。ここはもう何もなさそうなんで次の場所へ行こう。ひなの部屋。電話またあこだよな。風紀委員会は対抗組織だからな。無理すんなよひな。かわいい。なんか尻尾が生えてるよ。寝ましょう。おお鏡を映ってる。鏡を鏡寝れだったら寝れるな。パソコンがある。その前に行かないといけないのか。雇い主。これなんだろう。
情報の整理ですね。とりあえずここに行くしかないや。寝ましょう。かわいい。行きましょう。これはパンデミウム側。2つの視点で見るってことだよな。量産型。立てた？すごいな。あ、温泉だ。どこにお金があるんだ？だろうな。ん？ダメ？なんで砂漠化が大きいんだ？
倒れた。なんで？メグだ、メグとカスミ。なになに？今度は。いや、この顔。やばいな。なんでこうなるんだ、温泉開発部に対すると。勢力が来た。アコか。風紀委員会が来た。さあ、いよいよ。風紀委員会が温泉開発部を狙っている。逃げるが勝ち？倒れた。そうだ、戦わなきゃ。まあ有能だからな、ヒナは。
行ってみましょう。なのでしばこれで行く。そうか。さあ行くぞ。屋内屋外の得意分野ってあるんだ。勝ちましたね。次行きましょう。三つどもえっていう感じだろうな。伏せからすぐ逃げる。またこれ捕らえられた風紀委員会。いやそんなことはない。もう覚悟は決まったようだな。アコの、アコじゃない、ヒナの。
ん？あと誠対決？あ、そうなんだ。誰が？約束しちゃった。行きましょう。入場です。アコはどこだ？お、なんか崩れ落ちてる。どこに行くんだ？ん？か。喋れる？こっちもいる。喋れない。深い。あ、いや、そ、今は外に出会えない。てか誰と会話すりゃいいんだ。なんだこれ。
会話はできないな。あ、これは会話できるんだ。霞か。そうなんだ。外に出れるようになったかな？まだだ、まだ出れない。ここ中入れる？入れないな。そうだな。ここ外出れるんだっけ？特別楼っていうのがある。ここは入り口だな。ここから下に降りることはできないだろうし。こっちはダメだ。終わり？試験現場ってでも。なんかある。そらそうだ。もう一つなんかある。音声フォローとしてこういう結果になっちゃったんだ。教室へ移動。あ、なんかいる人がいろいろ。聞き込みをしよう。エリカか。
よく引っかかるな。何をやってんだ。聞いてみよう。コンプリート。次、温泉開発好き。温泉開発行きましょう。戦闘突入。もうバトルになった。なんだこの気持ち悪いやつ。これヒッター。これどうやって回復できるんだっけ。半分になってるな、スタミナも。何やってんだ。もう一回会話してみよう。教室そのまま行った方がいいのか、それとも怒ってる、サボりたいって言ってる。会話しよう。
そんなこと言われたって簡単には渡せないんだ。お、ここで大気船開発部を阻止へ行ってみよう。さあ行こう。対決？二人で勝負。隅ぐらいだ。OK、吹っ飛ばした。捕まえられた。水脈。
帰れって言ってます。練習か。テント？ある？会話できる。いろはだ。アホみたいな作戦言われちゃった。ピアノ？ピアノか。じゃあピアノ室へ。ピアノを練習しないといけないんだったな。そこも
とりあえず寝ましょう。かわいい。開かないんで。いらっしゃい。あ、ありがとう。これは来たわね、先生。またお願いすることにな。また撮ってる。哲学。
うん、どうした？お、なんか続きがある。みたいな。倒した？倒しました。これがゲヘナ風景みたいな力だ。来たわね、先生。また。お帰りなさい。へえ、やるじゃないですか。おかえりなさい、先生。よーく来たね、先生。はい、準備ならつつがなく完了しました。ゲヘナ風紀委員会の行政官として今こそ立ち上がる時かと。仕事が溜まってるよ。おはー、いらっしゃー。やばいな、どんどん来てる。
フルバースト。こういうのお腹が空いてる方から順番にお渡しいたします。お、入れ替えた。もう全滅。まあ当たり前の結果だ。オッケー、クリアです。とりあえずここまでですね、今回。武器の強化もした方がいいよな、これからは。ここまでとなります。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。